FM 横浜 p o d c a s t v o i c e m e d i a t a l k r e m i x せ音楽コンシェルジュの福流です普段選曲家として Spotify 公式プレイリストの選曲を担当したり音楽評論家としてさまざまなアーティストに取材をしていますこれまで合計おそらく2000組ぐらいのアーティストにインタビューをしてきましたそんな私なのですが FM 横浜で毎週火曜深夜25時半からの音楽トーク番組「ボイスメディアトーク話してつながるソーシャルレディオ」を担当していますそしてお聞きいただいている通りポッドキャスト版が始まりましたタイトルは「ボイスメディアトークリミックス」と言います皆さんよろしくお願いしますというわけで今週のポップカルチャートークのコーナー始まりです 今日は何をお話ししようかと思ったのですが私のなりわいいわゆる音楽をテキストで解説して紹介する仕事いわゆる音楽コンシェルジュそして音楽ライターや音楽評論家の仕事についてお話をしたいと思いますよく僕がいただく仕事にはまあアーティストのオフィシャルインタビューやレビュー業界や配布用のまあプレスキット 資料とかですねあとまあウェブサイト雑誌などへの執筆があありますあとライブレポートもですねその他キャッチコピーを作ったりブランディングを構築するサポートをしたり、まあ、多岐にわたりますそういう中には宇多田ヒカルさんのデモ用のラジオ番組の構成をやらせていただいたり。 えー、ワンオークロックのインタビューの練習台をやったりとかあとキングヌーの業界配布用の紙資料のテキストを書いたりとか、えー、とこれまでもいろんな仕事をさせていただいてます。えーまあ、こういう書き手仕事やる上で令和という今の時代で大事だなと思うのが、まあ、ネットが普及して。 あと個別にアーティストのファンクラブもとても今充実した内容になっていて情報過多な時代だったりするのでいわゆるまあそのアーティストについいて詳しい場合がどんどんんん今増えてきてきいるんですねまあそんな中大事なのはそんなコアなファンの方にも信頼してもらえるようなクオリティの担保えそんなテキストが必要で 大事かなと思っています。もちろんアーティストを知らない方、初めて出会う方。そして、まあ、コアなファンの方々。皆さんを満足させるテキストというものが。ゴールだったりするので、まあ、その辺の感覚を。理解しておくことって、書き手にとってとても大事なことかなと思っています。まあ、その。ゴールへ向かうために、どんな情報や言葉が必要なのか。まあ、それがポイントですね。 それこそ昔は音楽評論家といえばレコードをどれくらい枚数たくさん持っているかっていうまあ研究対象の資料をどれくらい持っているのかっていうまあ,ある程度のお金持ちなななな方でいいと成り立たた仕事だったような気もしますレコードも枚数増えると保管場所であったりとかきれいに並べたりえなんていうんですかね そのレコードがどこにあるのかも把握するためにある程度の部屋の広さや倉庫の広さみたいのも必要かなと思うのですがえまあそれが現在ではスストリリーーミングサービスの普及でまあクリアでクアきるようになりましたそしてネットのまあ情報の民主化もありウィキペディアであったりネット上に過去の情報がアーカイブで蓄積されていくことで。 頑張れば、まあ、誰もが情報に触れられらる時代となりましたそんな、まあ、フラットな状態の時代の中大事なのがアーティストの作品をテキスト化して、まあ、紹介するときに、えー、リスナーの方はどんなことを期待しているのかそしてアーティストはどんなことを伝えたいのかクライアントであるレコード会社や事務所はどんなことを、えー、やってほしいのか。 そしてもちろん自分自身は書き手としてどんなことを、えー、伝えたいのかそんないくつかの視点、えー、を同時にクリアできる文章を書くことっていうのが、えー、大切なことかなと思っています、えー、まあ、音楽という目に見えないカルチャーを言語化するにあたってただの感想文にはならないように 独自の文体を持って、独自の語彙表現で音楽を対象化していくっていうことですね。まあ、そのためには、日々日常生活の中であらゆるカルチャーに接して、たくさんの言葉や感動に触れまくること。あとまあ今の時代感っていうのを受け止めること。えー、ま、そんなことが語彙や感情を豊かに。 するることとにによっっててて、えー、テキストに現れてくるんじゃなないいかなと思っていまだ、まあ、具体的には、まあ、それこそ書き手になりたての頃は音楽を表現する言葉の語彙も少ないので小説や雑誌などを読みまくって、まあ、こんな感情な時にはこんな伝え方をするんだなとか いい言葉があったらメモしたり付箋貼っといたりして、えーまあ、それを活用してある種サンプリング気分で音楽を聴いた時の感想に合わせてこの場合はこの表現がぴったりだなっていうことをなんかマッチングして組み合わせていくことで他の人には書けないであろうテキストを志しました。 まあそれを繰り返していくことで語彙や言葉の表現力は自分の血となり肉となりそして自分ならではの文体が育っていくことになります。文体を持つということはブランンディングになりますねこの人にこんな風に書いてほしいこの人のこんな意見を確認してみたいまあそれが需要を生むと言いますかそんな風に思っていただけたらえまあ お仕事は増えていくんだろうなと思いますもちろん依頼されるだけでなく今の時代は、えー、ノートだったり SNS もありますので自主的に情報を発信することも大事だなと思っています僕はまあこれまでの執筆活動から Yahoo!、まあ、ニュースを個人で発信できるという、えー、まあ、立場でもあったりするので自分から書きたいものはよく Yahoo! ニュースで えー、書いていてたりします僕の、まあ、お師匠さんみたいな先輩ライターで「えー、ロッキングオン」えー、から「パチパチ」であったりとかで書いていた佐伯明さん「まあ、ボーイ」とか氷室恭介さんとかをよく書かれていた方ですねあと「TM ネットワーク周り」を書いていた藤井鉄幹さんなどに、えー、2人に全然別々なんですが同じことをアドバイスされたことがありまして。 まあ、一つの作品をレビュー、まあ、書くとしたら過去の作品や文献も全部目を通した上で、えー、その一つの作品へ向き合って書くことが大事だと教わりました、まあ、たとえそのレビューのギャラが一万円だったとしても一万円以上の経費がかかっても資料を揃えて真剣に取り組むこと 結果そのレビューを読んだ人はこの記事に対して書き手がどれだけ本気なのか熱量思いが伝わるっていう、まあ、こういったことって大事だなと、えー、確かに言われて気づきましたで、まあ、結果あの経験値もよりスピード速く積み重なっていくので、まあ、自分の経験値が増えていくことになるなと思います。まあ、そんな話を2人の師匠の音楽評論家というか 書き手の方かから、えー、別々な言葉で、えー、聞かされました、まあ、やっぱり大事なのは信頼関係であり信頼を大事にすることそれはリスナーに対してもアーティストに対してもクライアントに対しても同じですねまあ本気で取り組むこと甘く見ないといいますがリスナーの方の方の方が詳しいんだぞっていうことも必ず忘れないようにしないといけないですしアーティスト はそそのの作品を生み出す上でその背景にもどれだけ、えー、大変な思いをして作品を作ってきたのかっていう、まあ、いろんなことを考えながらそういった、えー、作品の裏側にある情報だったり熱意を引き出して、えー、言語化していくこと、えー、それが、えー、書き手にとってとても大事な、えー、心構えかなと思っています。 でまあ、そういった本気で取り組んでいくと、まあ、それが自分のアイデンティティを強くしてくれてそんな経験が積み重なっていくことで自信が生まれていくことになるかなと思います。でまあ、よく書き手手でであると自分ははこう思うでも相手は え、こうは思わないみたいなことです。れ違うこともあったりもするんですが、まあ本気であればたとえ意見が分かれて関係性が決裂したとしても納得できるとも思います。まあ、さらに言うと、そこまで本気だと相手ともコミュニケーション上で理解し合うこともできるなっていうことも経験値で分かってきました。まあ、音楽テキストとはそれ単体で。 作品ととななることは稀なんですが、まあ、本来評論というものはそれ単体で作品となる領域だったりします、えー、ポップミュージックの音楽評論はまだまだ単体で力を持つことは難しかったりはするんですが音楽について書いた文章は時には何年も読まれ続けたり時代を作り上げたアーティストの活動を理解する鍵として、えー、重要な、えー、要素の一つに

このコーナーは福竜さんとのつながりがあるゲストをお迎えして、福竜さんがどんな人なのかを深掘りしていこうというコーナーです。本日のゲストはこの番組のコーナータイトルコールのボイスをやってくれているキャロラインさんをお迎えしております。こんにちは。ちは <laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、キャロラインさんちょっと、はい、あの。 いろんな場面で応援しているので、今日もっていう感じなんですけれども、はい、ちょっとまずはちょっと自己紹介をお願いしたいと思うんですけれども、はい、あの。はい もともとウーリーの編集部に入っていまして、うん、今、まあ、マーケティングの仕事もやりながらウーリーもあの関わって、うん、あのいただいていますがエディターもやっていましたし、うん、あとはあの、まあ、ちょっと写真とかも最近ちょっと頑張っています。えー で、たまにこういう、まあ、ラジオとかのタイトルコールも、やらせていただいている感じです。キャロウです。よろしくお願いします。なんと、あの、スウェーデン人。そうですね。ということで、すごい、あの、日本語が、とても上手なので。あの、皆さん、分からなかったかなと思うんですけど、実はスウェーデンの方ということで。はい、なんか、あの、タイトルコール、すごい、かっこいいですよね。ありがとうございます。え、なんか、なんか。 いい感じにあの編集していただいてますんで自分も聞いてあこういうことで作ってましたねえ <laughs> <laughs> ちなみにちょっと無茶振ぶりなんですけど <laughs> 今やっていただいきたい <laughs> <laughs> さっき聞いたんじゃないですか <laughs> 皆さん <laughs> じゃ<あ>ちょっと聞きたい <laughs> <laughs>、はい、ちょっとやってみたいですけど多分皆さんがいつも聞いてる雰囲気とちょっと違うと思うんですけれども、うん、あの生の声でやっていきたいと思いますははいではいできます。 ボイス・ミディア・トーク・リミックスふくりを探せ <laughs> っ,てっていいんですかねすごい <laughs> なんかいいですねなんか私すごい今目の前で聞いてて贅沢なお時間 <laughs> っていう感じなんですけど <laughs> も誰もおがいない時にやってるのでちょっと目の前で恥ずかしいんですけど <laughs> はいこんな感じでいやありがとうございますあの無茶ぶりだったんですけれども。<laughs> <笑><笑>いやいやじゃあ今日はちょっと あの、福竜さんとのつながりのある方に、はい、あの、いろいろ福竜さんについて、あの、お伺いしていこうということなんですけれども。はい。福竜さんと、どんな出会いをしたんですか。はい、いつっすか。そうですね。あの、あ、先ほど話したウーリーマガジンっていう雑誌の編集部でインターンを。やった時から、うんはい、あの、一応初めて福竜さん。と、出会ったんですけれども。そ,ね、そこで、結構、あの、ウーリーマガジンで、うん、えっと、まあ え毎回、うん、あの記事を書いていただいたんですけれどもそこで、まあ、もちろんその音楽最,最近の音楽とか、まあ、これからのアップカミングの「これはおすすめです」とかのところのコーナーみたいのがあったんですけれどもそこの,あの最初にインターントンして入った時は、はい、英訳がメインの担当だったんですけれども、うん、福竜さんの、うんはい、私が。 英訳したのが、えー、<laughs> 最初の結果だったんですけれども皆さんはよく、うん、あの福龍さんの話聞いてると思うので、うん、あのやはりあの独特な説明とか、うん、すごいあの音楽業界が分かっている方なので、えー、あの表現力とかもあるしああす,、ね、すごいあの最初はどうやってこの表現を英語でうまく 早くするのかすごい迷ってた<ー> <laughs> のが何回もあったんですけれどもや,、ね、やっぱりあの多分最初はその<ー>会う前にはその記事で文字を見たんですけれども<え>その後に実際出会ってうん、うんね、あこういう方なんだすごいあ面白い方ですねっていう印象でした。 <laughs> なるほどじゃあもう福留さんが書いた文字を英訳をするっていうところで最初はこうやり取りをしていてその後に出会うことになるという感じですよね。はい <laughs>、はい、なんかあの伊賀甲河というイベントでも一緒にそうです、ね、バーに立っていたりとか <laughs>、はい、どうですかね実際にバーに立っている。 クリエさんと <laughs>、またこう執筆してる時の、クリエさんとすね。はい、あの、実はその、まあ、最初の翻訳の時から、うん、あの、その間も、私もちょっと、まあ。ラジオ、あの、やっていた頃があったんですけれども、はい、その時も、あの、クリエさんがコーナーで。うん、あの、いろいろ、その、音楽の話していただいたんですけれども、まあ、そこから、もっと話す機会が増え。 今の、まあ、医学講話とかでバーとかでもう,もう少しカジュアルでうん、うん、話せる場があの増えてて、えー、あのすごい面白い <laughs> 面白い方やはりその最新情報が一番把握してる方なので,、うんでね、いつ会っても面白い話をしてくれるから、うんえー、すごいたびあ,、はい、あの楽しいキャロラインさんって フーリーマガジンのエディターをされているということだと思うんですけれども、うん、はい、それの関係で最近ちょっとあったこととか何かありますか？<laughs> そうですね。実は、うん、あのちょうどこの間あの京都に行ってきました。うん、京都、ええーはい、あのまあ、週末でもう金曜日の夜から月曜日の朝まで、うん、お週末バ、ね、<laughs> タバタで行ったんですけれども、ですごいまあ毎年、うん、まあ去年初めてあの のイベントのために行ったんですけれども、京都で毎年開催される、あの、国際写真祭があるんですけれども。あの、京都グラフィー、京都グラフィーですね。はい。で、そこ去年初めて行って、今年も、あの、ウーリー主催で、あの、行きました。そうなんです。ねすっごい素敵です。本当に、あの、去年行って、もう感動すぎて。今年も、ぜひ行きたいと思って、ウーリーチームで。 見られてるか 1> 1、はい、取材をしました。いや、いいな、えー、どんなとこが良かったですか。難しいですね、まあ。まず、簡単に説明しますと、うん、まあ、京都グラフィーっていう。うん、あの、まあ、日本のカメラマンと、まあ、海外の写真家の方があの。メインプログラムがあって、うん、京都のさまざまなところで会場を開いて、うん、あの、まあ、展示会を行いますが、うんはい、それは一か月間。 やってますす月でね、はい、<ー>なのであの、まあ、私は2日間しか <laughs> 回らなかったんですけれども、はいはい、もっとゆっくりあの長くいたかったんですけれども <laughs> うそうですよね <laughs> あの結構あの、まあ、今回はメインプログラムが13の展示会があって、うんはい、その中では、まあ、二条城も去年も今年も開場となりまして、えー、あんまイメージがないんですよね<ぁ>展示会を、うん、あの写真展が。 ここでやるんだってすごい印象的だったんですけれどもで、はい、で今年とかも京都新聞社の,、うん、あの地下1階のところにもっとなんか印刷所だった工場みたいな <laughs> <ー> <laughs> あのところだったんですけれども、はい、そこでヴィヴィアン・サッセンっていう、うん、あの オランダの写真家の展示会をやってまして、うん、で、まあすごいヨーロッパとかでも大活躍してるあの写真家で、もうすごいインパクトです。あのそこな地下で、地下でで、まあ暗い中で、すごいあの色がまあ強めの印象としての作品が結構よあのもう結構広かったんですよ。たくさん並んでるような感じ。並んでるっていうかそのいろんなところ 回ってこっちもまだあるしここもまだあるって感じであとプロジェクトマッピング的な写真を大きく地下内での背景にしてファッション系の写真を写ったりしてなんかこういうすごいかっこよかったですとかそこが結構印象的でした。はい でででももどこでも本当にいいんですんあのなので,で、うん、このメインプログラム以外でも 100,、はい、100以上のもう少し小さめの展示もあのサテライト展示っていうんですけれども、はい、もう合わせて、うん、あの京都グラフィーも同時にやってるんですけれどもなので本当にこの1か月間は、はい、京都はもうアートの世界写真の世界になっている<ー>っていう感じです。 ですね、なんか歴史的な場所じゃないですか、はい、京都ってそ,うですそこで日本人の写真家と外国人の写真家の作品が1ヶ月間展示されるって、うん、なんか聞いただけでも本当に楽しそうだなって思うんですけれども、うん、今回、そのウーリーマガジンの、まあ、エディターとしてあのそこ取材されて今あの、キャロラインさんが、えー、書かれた記事とかも上がっているということですよね。 ちょうどそうです、ね、この間売りのウェブの方にアップしていますのでぜひ、はい、<非>見れるということで売りの、えー、ウェブサイトで、えーはい、見れるかなと思いますので皆さんぜひぜひチェックしてみてください。はい いやいやもうちょっとね聞いてみたいところではあるんですけれども、はい、まあちょっと最後に、えー、福竜さんに向けて何か言いたいこととか <laughs> <laughs> あれはやはり私初めて会ったのが10年ぐらい前なんですけれどもあっという間なんですけど、まあうん、性格はそのままなんですけれども、うん、もっと自信を持っていろんな,なんか自由に話せる、うん、あの成長はちょっと。 見たのがすごいあのミルガーとしてはすごい面白いの嬉しいあこれからももっとこれからの音楽とかアーティストの支援の活動としてすごい大事な方と思うそうでそれを引き継ぎこれからずっとやってほしいな私もいつも Spotify とかのプレイリストとかをフォローして最新の情報を日々に頂いてますので。 これからも、もっと、あのー、素敵な音楽情報を、はい、あの、送ってほしいなと思います。そうですね。私も、あの、福竜さんファンの、<laughs> 一ファンとして、同じ気持ちではあるんですけれども。<laughs> はい。じゃあ、あのー、福竜さんに伝えておきますので、よろしくお願いします。はい、<laughs> 今日はどうもありがとうございました。いしたはい、本日のゲストは、えー、キャロラインさんでした。えー、ボイスメディアトークリミックス、福竜を探せ。 コーナー DJ のうつきあいりがお届けしましたまた聞いてください FM 横浜ポッドキャストボイスミディアタックリミックス,リックス複流を探せ